待てば過激のつかみより。こんにちは、めぐまりです。今回こちらトークカードを作って、ま、トークテーマに沿ってお話をしております。はい、天花さんと木闇さんについてはお話ししたわけなんですけれども、残りあと3つございます。じゃん、はい、学年、対談公演、下級生、一体どれになるんでしょうか。今回はしっかりとシャッフルいたします。じゃあ真ん中、左、右、どれにしましょう。どれにしますか。真ん中いけるか。真ん中、はい、じゃあ真ん中でいきます。ダン、おー、学年。はい、学年というトークテーマなんですけれども、まあ、一体何ぞやと思われますよね。この作品を見て私個人的には学年を重ねることの素晴らしさというのを感じたんです。というのも、その轟さんはまあ30年以上ずっと男役を追求し続けてこられて、まあ、今回の舞台でご卒業されるということなんですけれども、まだディナーショーはありますけどね、舞台としては今回が最後ということで、ね、30年以上ということは結構な、まあ、職人さんといいますかベテランということですよね。で、まあ、星組の一部の下級生、まあ、生徒さんたちと一緒に舞台作られてたわけなんですけれども、まあ、もちろん本当に下級生の方がいれば、もう10年以上キャリアを積まれている方もいらっしゃって、ね、幅広い学年の方が揃ってたんですけれども、やっぱりね、この学年を重ねることに勝るものはないなと思ったんですよ。まず石さん、ね、冒頭でもお話ししましたけれども、30年以上キャリアがありまして、大ベテラン、レジェンドっていうお方なんですけれども、もうね、青年なんですよ。あの役どころが、まあ、そのいいお家で育ったんですけれども、少年時代に急にあのお父様から縁を、まあ、切られて長屋住まいという生活を送ってる方の親役をされてたんですけれども、年齢がだいたい20歳過ぎとかなんですかねの設定だとは思うんですけど、本当に青年なんですよ。なかなかね、ちょっとこうタカラジェンヌさんの年齢についてはもうスミレコードですので言及はしないんですけれども、青年なんですよ。目の前には20歳そこそこの青年がいるんですよ。もうね、可愛いんですよね。なんかちょっとこうアヒル口みたいな、このちょっとまあすねると言いますか、ぷくって膨れる表情があったりですとか、でもキュッとこう締めるときは締めたりですとか、なんかね、男役芸とはこういうものなのかと、なんでしょう、キメキメに決めるだけじゃない、このメリハリがとても大切なんだなっていうものをすごく感じましたね。あの私4回見た後お話ししたんですけれども、毎回微妙にちょっとこう変えてこられるんですね。根本は変えないんですけど、演技のなんかそれもまたすごいなと思う。その引き出しの量の多さといいますか、あ、こういう風に見せるのかと、同じ一言発するにも高く入るのか低く入るのかでこんなにも違うんだなっていうのを、はい、感じましたね。これって結構こうナレーションとかニュース読みにも生きることですので、舞台を見ながらちょっと何か私の仕事にも活かせないかなと何か盗める技はないかなと、はい、思っておりました。まだその学年を重ねることの素晴らしさを感じたポイントがいくつもありまして、もう一つはですね、春子さん、はい、みのりさんがねすごく素敵で、15年以上キャリアを積まれているわけなんですけれども、今回は
まあ、石さんの相手役といいますかヒロイン的な役どころをされていました。もうねこの石さんと春子さんの掛け合いが絶妙なんですよね。時にこういじらしく見せる間合いですとか、でもこう底抜けに明るく前向きになれる雰囲気ですとか、これも積み重ねてきた娘役芸がないときっとできないと言いますか、芸を毎日毎日こう積み重ねてきたからこそしっかり立って石さんと向き合って、まあ、対等にって言ったらあれですけど、うん、石さんに食われない、言い合える存在として成立されてるんだなと、はい、思いましたね。学年を重ねた娘役さんってだんだんとこう演じる役どころも結構変わってくるんですね。私はそれもそれで素敵だなって思うんですけれども、まあ、もちろん娘役さんに限らず男役さんもねそうだと思うんですけれども、なんかこう学年を重ねたからこそのヒロイン力っていうのは絶対にあると思うんですよ。今回その春子さんで、うん、改めてそれを感じましたね。本当に素敵で本当に可愛らしくって、うん、可憐で強い、相反するけどそれが成立する、はい、娘役さん芸を見せていただけたなと思っております。さらにですね、もうこの方を語らずして何をお話しするんやと思いますけれども、名取さんですよ、はい、今回戦火から出演してくださったわけなんですけれども、名取さんが演じる G がねもう可愛いの可愛いのって私が言ったら失礼かもしれないですけれども可愛かったんです。扇の要ですよ、大事なところなんですよ。女房役ってこういうことなのかしらと、はい、感じましたね、うん、大劇場公演で戦火の方が出られることって結構多いんですけれども、まあ、もちろんキュッと出てくださるだけで締まるんですが、まあ、今回はねまた別格でしたね。名取さんと石さんにしか出せないあの雰囲気、重み、もうすごかった。特に長屋の二幕のあのシーンっていうのは本当に息を呑むと言いますか、二人だけで見せる、まあね、他にもういらっしゃるんですけど基本的に言葉を発するのがお二人なので、まあ、こうお二人で見せる、はい、シーンがたくさんありまして、あの間合いですとかやり取りっていうのは、うん、経験を積んだからこそなのかなと、はい、思いましたね。そういう方たちと一緒に、うん、舞台に立てる、同じ、ね、空間を共有できるってなると結構こう、まあ、下級生の方とかもすごく勉強になるんじゃないかなと思うんですけど、またそれはね別のトークテーマでお話ししたいと思いますので、それはまあ置いといて、最後のね名取さんが一さんに対するこう言葉をね送るシーンですとかも結構ねグッときたんですよね。本当に見応えがあると言いますか、まあ、もちろん華やかな舞台ではあるんですけれども、華やかだけではないしっかりと見せる舞台っていうのを今回、はい、感じました。私、ね、アナウンサー来年で10年目、今9年目になるんですけど、もう10年なんてまだまだだなって、はい、思いました。皆さんの舞台を見て、はい、ですのでこう1年1年こう経験を積んでいくことのの素晴らしさを舞台を見て改めて感じましたので、私もまたねお仕事しっかり頑張っていかなきゃなと思った次第であります、はい、ということで今回はこの学年についてお話ししました。
残るトークテーマはあと2つです。2つ、はあ、あと2つです。はい、ですのでまた次回もご覧いただけたらなと思います。それでは